鷹の目に映るものはすべて我のものだ。はい、どうも、テケテケです。はい、ちょっとで MR アバターモテン新しくガチャに並びましたが、はい、もう見た目はね、だいぶかっこかわいい感じになって、まあ、虹の時代は武骨だったハンマーもスタイリッシュになり、まあ、やっぱり個人的にはこのワルキューレシリーズの立ち絵大好きなんですが、今回タッチアクションも追加されており、兜は神秘感を保つ上に大切な道具だ。はい、こんなのがあったり、やめろ、威厳の維持は容易ではないぞ。はい、こんなのがあったりするんですが、どっちもね、動きは可愛いんですが、セリフと動きがあんまり合ってないっていうね、これ担当者同士の連携取れてない可能性ありますね。声もいいしアクションもいいんですけど、合わせた時にちょっと違和感ありますね。はい、まあただ立ち絵以上に今回スキルの方にまあいろいろと言いたいことがあるので、スキル見に行きますか。はい、スキル1の方が敵6名に 800% の攻撃を仕掛けていき、さらに筋力値 ×8 倍の防御無視攻撃を追加するということで、まあ範囲に対する筋力値ベース防御無視攻撃キャラクターということになりました。はい、でさらにまあこの攻撃は自身の HP が 50% より高い場合にはダメージが倍になるということで、ダメージ倍になった場合には6名に 1600% と筋力値の16倍の防御無視攻撃ができるというような火力に格上げされるんですが、ここら辺の値なんかはこの時点では平凡な値ですね。はい、ただまあ火力面においてはここからいろいろ大きな発展があり、このスキル1の範囲攻撃をした後、 HP パーセンテージが最も低い敵1体に対して与えた総ダメージ 100% 分のダメージを与えるということで、はい、盲点 MR アバ化してスプラッシュキャラクターになりました。はい、まあこのスプラッシュって動きは結構今の MR 環境にも刺さる動きで、まあ筋力値ベース防御無視攻撃や攻撃力ベース防御無視攻撃なんていうのは神髄共鳴スキルで、今はもうだいぶカットされてしまって火力が出しづらいんですが、この総ダメージのスプラッシュ攻撃に関しては、はい、こんな感じで範囲に対して筋力値ベース防御無視攻撃を行っていって、はい、ここまでに与えた全てのダメージを最終的にカエサルにズドンと、はい、ぶつけていくという形で、カエサル含め6体に与えた筋力値ベース防御無視攻撃の総ダメージ分をそのまま 100% カエサルに防御無視で飛ばしていき、はい、このダメージに関しては神髄共鳴スキルなんかでも全く防ぐことができず、まあ、4600万ものオーバーキルダメージをぶつけることに成功したと。で、まあ、この火力が出せてる原因としては、巻き戻してみると、はい、敵陣にいる一番上の首相なんかが例えば耐久力めちゃくちゃ低いので、この盲点の攻撃を、はい、2800万と約3000万近いダメージを受けており、はい、さらに他に育成不十分なキャラクターがいれば、そういったキャラクターを利用して、まあ、地道に600万のダメージを関心に出したり、まあ、今回クリティカルなんかも出て、ここで700万のダメージを稼いだりという感じで、はい、それらのダメージを総合しての防御無視攻撃になるので、まあ、特に開幕なんかで盲点を前衛前列なんかに置いておけば、敵の首相を巻き込んだ超強力なスプラッシュ攻撃を作ることも可能で、これを利用して、まあ、例えば対戦相手が主力1体しか持ってなくて、で、しかも前衛置きだった場合なんかには、弱い子を全部相当した後、残った敵の主力1体に対して、超強力なスプラッシュ攻撃をお見舞いすることができるというような感じで、たとえ格上であろうと、弱い子を巻き込んだ超強大なスプラッシュ攻撃によるジャイアントキリングを狙っていくことができる、挙動をすることができるのが、はい、このスプラッシュ攻撃になっており、まあ、前段の範囲攻撃にしっかり防御無視攻撃が入っているところがミソになってますね。これによってだいぶダメージが稼ぎやすくなってます。はい、ただ注意が必要なのが、このスキル1では自身の HP が 50% より高い場合にはダメージが倍になるんですが、はい、先ほどの映像をもう一回見直してみると、はい、この盲点が自身の HP 50% より高い状態で与えているダメージで、それの総合ダメージがスプラッシュとして飛んでいくんですが、前段の6名攻撃の方はダメージ倍効果出てるんですが、このスプラッシュの時はあくまでその前段の6名に対する攻撃の 100% 分のダメージだけということで、その 100% のダメージにさらにダメージ倍が乗るというようなことは発生しませんでした。ここ乗ってればマジで殺傷力が途方もないことになってたんですが、はい、そうはさせてくれませんでしたね。はい、あとこちら注意が必要なんですが、スキル1のスプラッシュ攻撃に関してはこんな感じで攻撃をミスる場合があるっていうことですね。まあ長くプレイしてる人は常識となって総ダメージ系のスプラッシュ攻撃に関しては基本的に必中であるというような挙動の暗黙の了解ですね。今回はがっつり破ってきました。これ前回陽線の時に同じく陽線も総ダメージ防御無視攻撃やっていくんですが、その際にミスが出るとたくさんのクレームが入って、まあ、運営さんの方で必中化に修正するとともに、必中化のキャラクターの場合はここに総ダメージ 100% のダメージを与えるなと括弧内で必ず命中という文言が追加されるルールができ、今回盲点見てみると、この括弧内ですね、必中っていう文字が入ってないんですね。なんでまあここで判
判断してくださいよということだと思うんですが、まあ、この前の陽線の出来事を知らない人だったり忘れてる人なんかは、まあ、今まで通り総ダメージ防御無視攻撃は必中なんだろうと思って購入しちゃう人もいると思うので、この点はマジで注意が必要ですね。この盲点に関してはミスが出てしまうということで、まあ、スプラッシュ攻撃の中では劣化版といったような感じになりますね。戦役なんかで丸々ダメージ倍が成功しない可能性があると、はい、ここがかなり残念で、まあ、スプラッシュ攻撃っていうのは基本的に対人なんかで格上相手に対してもジャイアントキリングを狙える動きで、そのジャイアントキリングが狙いやすい理由として必中であったっていうところも、結構格上相手だとミスが出てしまったりするので大きな要因だったんですが、必中じゃないんですね、はい、ここめちゃくちゃ注意が必要です。はい、でさらにこの後ですね、攻撃後敵を撃破した場合2ターンの間 HP パーセンテージが低く、かつ援護状態でない味方を援護状態にさせ、ダメージカットが 50%、 ダメージ反射が 50% を付与するということで、いや残念なことに今回のこの盲点、味方に付与するのは生後援護ではなく普通の援護でした。いやここは生後援護にしてほしかった。しかもダメージカット量だったりダメージ反射量なんかも虹の頃の値据え置きということで全く変わってないんですね、援護付与条件を含め性能が。いや盲点の強化はここでしょう、運営さん。もうこれ見た瞬間だいぶテンション落ちたんですが、はい、一応ね挙動確認したんで一緒に見てもらうと、まあこの援護付与に関しては HP が低くてなおかつ援護状態じゃないキャラクターを優先的につけていくってことで、じゃあ生後援護状態のキャラクター対象にされちゃうのかどうかってとこなんですが、はい、今一番陣営で HP が低いのがハンニバルっていう状態なんですが、はい、ハンニバル生後援護状態で場におり、この後盲点が敵1体2体と今倒して、1個目の援護がまず一番上のテケテケ首相について、2個目の援護盲点についたということで、まあ、盲点も首相も HP 全開でハンニバルが若干ですが減ってる状態で、ハンニバルに援護を付与するのを飛ばして上から順に首相と盲点という風につけていったということで、しっかり生後援護も援護とみなして上書きをしに行くような動きはしないというような挙動になっており、まあ、生後援護キャラクターとのバッティングはしづらいと、はい、まあ、あとちょっと面白い部分としては敵を撃破した瞬間に HP が低いキャラクターに援護をつけるので、今白鬼を倒して盲点に援護がつきましたが、はい、これによってこの後本田忠勝を殴りに行く際に、はい、点火ダメージ返ってくるんですが、本田忠勝の点火ダメージっていうのは援護でダメージカットをすることが実は可能なので、はい、しっかり HP が低い相手を狙った点火ダメージに対して HP が低い相手を狙った援護付与によって、まあ、先回りして点火ダメージのダメージカット機能を攻撃しながらつけていくことができるっていうところは、まあ、若干面白いところではありますが、いやでもそんなこと関係なしに生後援護であってほしかった。まあ味方に生後援護付与するっていうのは確かにだいぶ凶悪なキャラクターに化けるんで、運営さんも慎重に出たのかもしれませんが、まあ、盲点のファンだった人からするとだいぶこの盲点の個性の部分が伸びなかったっていうのは辛い結果ですよね。いやせめて倍率上げるだとかそういった処置があってもよかったんじゃないでしょうか。運営さん、既存キャラのアバター化っていうのは本当に楽しみにしている人が必ずいるっていうところは開発者の方には再認識してもらいたいですね。いやマジで残念でした。まあ、ただその代わり火力面の方は伸びており、まあ、筋力値ベース防御無視攻撃だったりそのスプラッシュも含めて、はい、火力比較をしていくと、はい、この表がステータスベース防御無視攻撃ができるキャラクターのそのステータスベース防御無視ダメージ倍率を縦軸にとったものになるんですが、まあ、盲点範囲攻撃キャラクターなので、まあ、敵短期に対して今このグラフ作ってるんですが、敵短期に対しては、まあ、この位置とあまり高い位置にはいない形になってます。まあ、ただ実はよく見てもらうとこれ全てのコンボがうまく噛み合った場合の赤い山でソートし直した場合にカエサルと同じぐらいの火力出るんですね、盲点。ここ多分意外だった人多いと思うんですが、盲点のスキル1、まあ、筋力値の8倍のダメージに自身の HP が 50% より高ければダメージ倍で2倍になって16倍になり、はい、さらにそこにクリティカルも乗れば、まあ、この盲点一応会心値がレベルかける400上がり、まあ、同等だったり隠した相手だったらクリティカルが出しやすく、でさらに物理会心ダメージ 50% 伸びるので、まあ、あと指輪の伝説神器なんかをつけていけば範囲攻撃キャラなんですが敵短期に対して筋力値かける 49.8 倍のダメージを出すことができ、はい、でさらに敵一体の場合そこにさらにスプラッシュ攻撃が乗っかってダメージ倍になるので、はい、なんと90倍ぐらいのダメージが出せてしまうと、はい、意外と敵短期に対してもクリティカルなんかを混ぜていって割と高いところまで火力が伸びていくキャラクターになっているということで、まあ、ここは一つ押さえておきたいところ。はい、でメインの攻撃パターンの敵範囲に対するステータスベース防御無視ダメージ倍率ですがダントツナンバーワンですね。まさかのエビス様超えしちゃいましたね。はい、これも先ほどと同じようにスプラッシュやクリティカルを含めて敵6名に対して筋力値ベース防御無視攻撃を範囲で行っていった場合に総合ダメージこれだけ出るということで、まあ、スプラッシュがない場合には270倍ぐらいだったんですが、まあ、スプラッシュがあることで今まで範囲に対して当ててきた防御無視攻撃が丸々もう1回分乗っかるということで、エビス様超えの最大火力を範囲に対して筋力値ベース防御無視攻撃が打っていくことができるということで、はい、まさかの火力面に個性を見出しに来たキャラクターになってます。
ます、はい、平常運転の範囲内である程度コンボが決まった場合の火力黄色い山で相当し直した場合に第2位と、はい、こちらも高く、はい、平常運転の範囲内であまりコンボが決まらなかった場合の緑色の山は第1位、はい、全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の最低火力でも第1位ということで、はい、実は盲点スキル1で場に出た瞬間から火力面では暴れに行くことができるということで、まあ運営さん的にはこの火力で暴れられるから援護もある程度つけやすくなったでしょというような主張があるんですかね。まあ生後援護だったら文句なしだったんですが、もうそれだけに残念ですね。ここが援護なのが。そしてスキル2ですね、はい、スキル2は敵6面に 800% から 2400% の攻撃を仕掛けていき、はい、このダメージの推移は敵の HP が低いほど火力が高くなるので、敵の HP が限りなくゼロに近い敵に 2400% のダメージが実現できるという形で、まあ平常運転は 1800% ぐらいですかね、はい、でさらにスキル2の方は無条件でこの範囲攻撃に攻撃力 100% 分の防御無視攻撃を追加で乗せることができるということで、はい、スキル2の方は攻撃力ベース防御無視攻撃の範囲攻撃キャラクターに進化しました。でさらにスキル2の方も自身の HP が 50% より今度は低い場合にダメージが倍化して、倍化した場合には範囲攻撃の火力が 1600% から 4800% で攻撃力ベース防御無視攻撃の方は 200% に膨れ上がると。まあでここにさらにクリティカルも乗ればこっちも実は範囲に対して出せる攻撃力ベース防御無視攻撃かなり強くて、はい、こちらですね、盲点の敵範囲に対する攻撃力ベース防御無視攻撃の全てのコンボがうまく噛み合った場合の赤い山見てみると、はい、この前ダントツトップだった妖勇気と若干競り勝っての第1位となりました。いやこれかなり恐ろしいですね。まあ妖勇気のスキル値はかなり殺傷力高いので有名ですが、はい、それと同じぐらいの規模の攻撃力ベース防御無視攻撃ができると、まあ、ただ注意が必要なのは妖勇気はスキル1のタイミングで敏捷ベース防御無視攻撃も一緒に混ぜて殴れるので、はい、それがあってのアウグスを一発で復活まで使わせたりっていう動きなんで、まあ妖勇気には総合で見たら負ける形になるんですが、まあそれはさておきめちゃくちゃ強いと、はい、これ意外かもしれませんが攻撃力ベース防御無視攻撃を神髄共鳴スキルで割合カットできるキャラクターっていうのはカエサル、アーグス、妖勇気、リテン、リボクの5体しか実はおらず、その他のキャラクターは実はみんな固定値カットキャラクターになっており、この5体以外に関しては強大な攻撃力ベース防御無視攻撃に対応できるキャラクターっていうのはほとんどいないんですね。まあもちろんハンニバルなんかは生後援護化で対応できたりしますが、まあ、生身の神髄共鳴っていう意味だと対応不可になっており、まあアーグスなんかもそうですが、結構この攻撃力ベース防御無視攻撃が攻撃に入っているっていうのは、まあ現環境副将を撃破していくのに結構重要な攻撃パターンになっており、そこの火力がめちゃくちゃ強いっていうところは評価高いですね。まあちょっと範囲に対してになっちゃうんですが、はい、黄色い山でそうとしても第2位と、はい、緑の山でそうとしたらまた第1位、はい、全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の青い山で第3位と、ああいう感じでだいぶ全ての立ち回りにおいて高い位置にいることがわかると思います。はい、また何が恐ろしいってスキル2のタイミングで攻撃力ベース防御無視攻撃を行うので、この盲点を出してスキル1を打ち終わった後スキル2までの間に、まあ、小キビだとかダッキだとかで暴走や蓄力なんかをつけてあげれば、この攻撃力ベース防御無視攻撃の火力さらに上げることができるし、はい、なんならまあ剣帝の七星だとかをつけてあげればクリ率もアップするので、はい、よりこの上の方の火力簡単に実現化しやすくなるんですね。まあ妖勇気なんかはスキル1で攻撃力ベース防御無視攻撃やるので、まあ、このスキル2で攻撃力ベース防御無視攻撃ができるキャラクター、まあ、スパルタクスなんて言いますが、まあ、火力が圧倒的に違うので、そこにさらに暴走や蓄力乗せられるのは結構ロマンがある攻撃パターンだなと、はい、いうところで、はい、ここら辺ちょっと明日ハイ課金サーバーではなくて割と現実的な育成のサーバーでこの盲点を育成してみて、実際の対人戦の映像なんかもお届けしていきたいと思いますが、まあその際にバフなんかを持ったらどうなるかっていう映像ですね、ちょっと見せたいですね。これは今の神髄共鳴スキルで割合攻撃力ベース防御無視攻撃カットできるキャラクターなんかも凌駕したダメージをぶつけに行くことができてしまうのか、ちょっと楽しみですね。これは、はい、明日のコンボ映像を楽しみにしていてください。はい、ということで、まあ火力面十分なんですが、このキャラクタースキル2ではさらに攻撃によって敵を撃破した場合に HP パーセンテージが低い味方の全デバフを解除し、さらに一つの罪悪状態の解除を行うことができるということで、罪悪解除できるキャラクターになっており、さらに HP を 50% 回復させるということで、まあ、回復までできてしまう武将ということで、まあ、ここら辺のサポート機能はかなり充実してますね。でこの 50%HP 回復っていうのは与えたダメージの 50% なのか、このキャラクターの HP 上限 50% の回復なのか、それとも対象の味方の HP 上限の 50% の回復なのかってとこですが、はい、盲点がスキルに打っていくんですが、今関心が本田忠勝の木立の添加ダメージなんかで HP を減らしており、はい、関心最大 HP2730万あるんですが、はい、この時盲点が卑弥呼を倒して撃破に成功したので、はい、関心の流血デバフを解除しながら、はい、回復する HP、はい、量としては
1365万ということで、はい、ちょうど関心の最大 HP の半分の値回復していることから、はい、このスキル2の 50% 回復っていうのは対象となる味方の最大 HP の 50% 分回復するという動きであることが分かりました。はい、この回復量もなかなか優秀ですね。はい、そしてまあスキル2も強大な火力なので撃破に成功しやすく、それを利用した回復だったり罪悪状態解除につなげるあたりは動きとしてはだいぶスムーズ。はい、でちょっと注意が必要なのがこちら側の上から2番目のハンニバル、今罪悪呪言と罪悪流血状態なんですが、罪悪デバフに関しては1枚しか剥がせないので、罪悪流血剥がせないと、はい、こんな感じで罪悪呪言は今安倍の生命倒しながら剥がしたんですが、罪悪流血の方が剥がれなかったのでハニバル HP 回復できませんでした。攻撃のエフェクトがちょうど目の部分と角度が一緒になっちゃってて、綺麗に目隠し状態になっちゃってるのが気になりますが、最近罪悪デバフも種類増えてきたので、まあハンニバルみたいな敵の攻撃を引き受けるんで HP が減っていって、なおかつ攻撃を引きつけることによって罪悪状態も増えてしまうということで、そんなハンニバルが罪悪デバフをたくさん抱えて罪悪流血がうまく剥がせなかった場合には HP 回復もできず、はい、その後のこの盲点が敵撃破を続けていったとしても毎回 HP が増えていかないハンニバルに対して同じ挙動を繰り返してしまうみたいな恐れもあるので、まあハンニバルとしては嬉しいんですが、他の HP 回復を待ってる味方からしたらハンニバル早せみたいな感じになっちゃうんで、この点も注意が必要ですね。はい、突然敵を撃破できた場合にはサポート系の機能が発揮されるんですが、敵を撃破できなかった場合にもう一つ攻撃パターンがあり、なんとスキル1をもう一回追加発動するということで、超高火力なスキル2でも倒せないような相手に対してはスキル1を再発動させることで、先ほどのスプラッシュ攻撃ですねを使ったジャイアントキリングを狙いに行くという結構理にかなった動きをするキャラクターになっており、まあ、攻撃の仕方は実は私個人的には結構このキャラ好みだったりしますね。まあ敵の復活系純視力キャラクターなんかが残っていれば、まあそういったところを利用したジャイアントキリング狙いっていったような感じですかね。まあちょっとここら辺の動きも含めて明日実際の対人戦映像をお届けしていきたいと思いますので楽しみにしていてください。はい、ちなみにこのタイミングでスキル1のスプラッシュ攻撃を飛ばす際に、まあ、スキル1のスプラッシュ攻撃与えた総ダメージの 100% 分のダメージを与えるので、一応このスキル1の再発に関してはスキル2のタイミングで追加発動っていう形で出ているので、ワンチャンこのスキル1の最初の範囲攻撃ですね、はい、こっちのダメージもこのスキル1再発時の総ダメージ 100% の 100% の部分に含まれるんじゃないかってことで一応挙動確認してみたんですが、はい、スキル2を敵3名に打っていって誰も撃破できなかったのでスキル1をここから再発動していって、はい、アウグスに対してここで総ダメージ 100% 分のスプラッシュダメージ飛ばしていくんですが、これ計算してみると分かるんですが、残念ながらこのダメージのソースになってるのは追加発動したスキル1の分のみということで、まあ、その前段に行っていたスキル2の範囲攻撃の部分はこの729万の総ダメージには含まれていませんでした。いやもうここ含まれてればねマジで恐ろしいキャラクターだったんですが、まあさすがにそんなにうまいことさせてくれませんでしたね。はい、パッシブスキルですね、 HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージ、まあやや低めではありますが MR アバター基準の値となっており、はい、このキャラクター防御力がレベルかける200上がるということで、まあ、武将でただでさえ硬いのにさらに防御力が上がるというようなキャラクターになっており、はい、この値は、はい、上から見ていってこの位置ですね、はい、下見ていくとこんな感じということで、まあ、真ん中ぐらいの値になってますが、武将でさらに防御パッシブついてるのはなかなか強いですね。で、まあ、ダメージパーセント系の攻撃には耐久できるんですが、今結構主流が防御無視系攻撃になってるんで、これはあまり活躍できないかもしれませんね。はい、で筋力値がレベルかける360、この値は、はい、上から見ていってこの位置、はい、下見ていくとこんな感じということで、まあ、MR アバの中でもさらに高い位置ということで、はい、ここの部分かなり優秀で、体力値レベルかける240、この値は、はい、上からざっと見ていってこの位置ですね、はい、下見ていくとこんな感じということで、まあ、これも MR アバ基準ということで、まあ、多くの二次キャラクターに勝利する形に当然なってますね。はい、で盲点に関してはこの貫通系ですね、防御貫通固定値の戦闘物理防御貫通が同じく固定値の900ということで貫通が少ないんですよね。ここが結構このキャラクター残念なところで、まあ、カエサリア・アウグスなんかが神髄共鳴スキルで自身の防御力や物理防御力を使って筋力値ベース防御無視攻撃や攻撃力ベース防御無視攻撃のカットをしてくるので、まあ、貫通によってその防御力や物理防御力自体を下げておきたいんですが、残念ながら固定値カットということで、はい、先ほどグラフではだいぶ防御無視ダメージ倍率高いところにあったんですが、ここが少し足引っ張るかなということで、まあ、特に無課金美課金の人で奥義なんかでここら辺の補助ができない人は要注意ですね。はい、これも含めて明日廃課金サーバーではなくて普通の育成具合の奥義なんかもそこまで狂ったように解放してないサーバーで火力どんな風になるか見ていきましょう。はい、そして会心値レベルかける400、はい、この値は上から見ていってこの位置下見ていくとこんな感じでかなりたくさんいることがわかります。まあ、盲点防御無視攻撃の火力の要になるクリティカルをこの会心値パッシブに
にしか頼れないので、格上相手だとこれだけじゃクリティカル出せないので、いかにして七星や幸運をつけてくれるキャラクターと組むかっていうのが重要になってきますね。はい、そしてモテン、まあ、このキャラクターの一つ大きな特徴としては状態異常耐性が 100% あるっていうところで、はい、この高さは全キャラクターの中でもトップ2と、はい、最近あやめちゃんが 100% の壁突破してきたんですが、まあ、100% もだいぶ高いキャラクターになるので、まあ、敵のデバフなんかを食らいづらいっていうところなんかも結構スキル2までの耐久では重要になってくるので、まあ、これに援護なんかももし自分につけることができれば、まあまあ耐久面は確保されるのかなっていうところですが、まあ何分援護が生後援護じゃなく、なおかつ撃破条件っていうのがあるので、でしかも HP が低い味方に行ってしまうので自分にはいかない可能性があって、耐久面ちょっと心配なんですよね、モテン。はい、ここら辺も明日実際の対人戦の運用なんかでスキル2までどれだけいけるかみたいな映像もお届けしていきたいと思いますので、もう少々お待ちください。で、まあ耐久力が心配な理由としては、はい、この筋力値ベース防御虫攻撃のカットがモテンは神髄共鳴スキルでできないので、今回できるのが臨床値ベース防御虫攻撃と攻撃力ベース防御虫攻撃、しかもどちらも筋力の2倍と 2.5 倍というような小規模のダメージ固定値カット機能しかなく、まあ、防御虫攻撃にちょっと生身だと弱いなっていうところがめちゃくちゃ心配ですね。もうせっかく防御力パッシブついてるから、すべて攻撃力ベース防御虫攻撃ぐらいは自身の防御力を使った割合カットですね、アーグスやカイサルみたいなカットしてほしいとこでしたが、いや本当運営さんアバターに厳しいですね。はい、一般戦闘の方はスキル1が 12,800%、 スキル2が 4,000〜23,200% ということで、スキル1スキル2合計 16,800〜36,000% ということで、下に、まあ、これまでの代表的な MR キャラクターたちとの比較ありますが、まあ、割と見比べてみると今回のモーテン戦役の火力的には高い方の部類に属するキャラクターになってますね。まあ、戦役火力的にはまあまあ強いんですが、まあ、まず注意が必要なのがスプラッシュ攻撃の部分が必中じゃないっていうところですね。ここ妖精みたいに必中だったら戦役なんかで火力が若干安定するんですが、その部分はなく、この最大火力が出た時っていうのはスキル2で敵の撃破に失敗してスキル1が再発動した場合の火力も含まれているので、敵を撃破してしまうとスキル2のタイミングでのスキル1の再発がなくなってしまうので、まあ、実際の平常運転としては2万パーぐらいかなというようなキャラクターになりますね。まあ、2万パーもまあまあ強いので火力的にはいいんですが、まあ、連撃なんかはしていかないのでミスがちょっと怖いとこですね。はい、戦役は普通よりちょっといいぐらいですかね。はい、でボス戦に関してはスキル1が 3200%、 スキル2が 5000% ということで合計 8200% になり、はい、これ昔は強いって言えたんですが現環境だと、まあ、火力的には微妙ですね。はい、そこまで強くないです。はい、ということで闘技場ですね。闘技場で獲物とするキャラクターとしては、まずは短期特化陣営ということで、1体に集中育成している短期特化陣営相手であれば、まあ、結構陣営の中に全く育ててない弱い子なんかがいたりして、その子を利用してスキル1スプラッシュダメージを敵の主力にぶつけていってジャイアントキリングしに行くような動きも十分可能になっており、まあ、ここら辺なんかもあって闘技場なんかの、まあ、100位前後、まあ、50位ぐらいまでとかも割とこのスキル1のスプラッシュが爆発的な動きをして敵の前衛にいる主力なんかは倒しやすくなってますね。はい、あとはそのスプラッシュ攻撃を利用した神髄共鳴カット系キャラクターの防御虫カットを無視したダメージによる攻撃ですね。はい、ということで神髄共鳴カットキャラクター全てを狙い撃ちに行くことができるキャラクターになってます。はい、まあ、ただ廃課金サバなんかの硬質上位とかで戦っている場合には弱い子が全然いないので、スプラッシュダメージ、まあ、最初の首相ぐらいしか巻き込む相手がいないみたいなことも起きてしまう可能性あるので、廃課金どうしてもバフめっちゃ詰めば多分超高火力化しますが、まあ、バフ持ってる余裕があるなら超高火力アタッカーをどんどん投入していくっていうのが廃課金の戦い方で今結構主流なんで、まあ、このキャラクターだけに悠長に蓄力だったり暴走をつけていくっていうのことはなかなか上位の方だと見られづらくなっちゃいますね。まあ、ただ硬質入りを狙っているとか目標がそこら辺であればだいぶ活躍してくれるんじゃないかなと予想することができます。はい、そして天敵ですね。天敵としてはバフ剥がしキャラクターということで、まあ、せっかく巻いた援護をバフ剥がしキャラクターに剥がされるのが気持ち的にはとても辛く、はい、あとは反射キャラクターということで、はい、まあ、特にスプラッシュ攻撃キャラクターっていうのはその前段のダメージをこのキャラクターの場合は 100% ぶつけていきますが、反射キャラクターの特に援護キャラクターなんかを殴ってしまった場合にはその前段の攻撃も半分にカットされてしまって、その半分になってしまったダメージを持って飛ばすスプラッシュ攻撃もさらに半分になってしまうと、はい、4分の1までちっちゃくされてしまうので、まあ、特に援護や木立て、まあ、生後援護なんかにカットされた日には 75% カットの 75% カットですからね、だいぶ辛いですよね。まあ、なんでいかにしてそういった援護キャラクターだったり以外を巻き込んで高火力化させていくかっていうのが大事になってきますね。まあ、あと単純にスキル1 HP 確保の手段がないので反射でこのキャラクター高火力な分沈んでしまう可能性があるっていうところと、スキル1では自身の HP が 50% より高くないとダメージ倍にならないので、反射によって HP を減らしてしまうと途中からダメージの倍が発動しなくなってしまう可能性があるというところで、まあ、反射キャラクター最初に置かれてしまうとちょっと嫌だなと。はい、で相乗効果としては風波キャラクターということで、まあ、防御虫攻撃スプラッシュも含めてダメージを伸ばしてくれるデバフということで風波キャラクターありがたいですね。でその他にはパッシブ反射キャラクターということで、せっかく援護を味方につけてくれるのであれば、もともと反射が得意で援護化できないパッシブ系反射キャラクターなんかに援護をつけてあげれば、まあ、反射キャラクターとしてさらに性能が伸びるので、こういったキャラクターにつけてあげたいところ。はい、その他には火力アップ系のバ
バッファー全般ということで、まあ、奮起暴走、蓄力、鼓舞、七星、祝福なんかをこのキャラクターがスキル2を打つ前につけてあげれば、スキル2の攻撃力ベース防御無視攻撃の火力が格段にアップすると、はい、いうことで、まあ、特にクリ率も上げてくれる七星だったり祝福幸運あたりが楽しみなところですね。一つでそんなところも含めたモテの対人性のですね、総合ポイントとしては 114.5 ポイントということで、はい、現在対人戦トップのアーグスから下に見ていってランキングとしては、はい、この位置ということで、はい、第36位となりました。はい、下見ていくとこんな感じで、まあ下もまずまずいるんですが、まあちょうど真ん中ぐらいの位置づけになりますかね。はい、細かい内訳見ていくと、はい、耐久面が7ポイントと、まあ援護をつけられれば9点つけたいんですが、自分につけられるかどうかが怪しいので防御無視耐久も含め少しだけ低くしました。で、自己治癒力はスキル2のみの敵撃破条件ということで、こちらもそこまで大きくせず、バフ剥がししてくる相手は援護剥がされたらだいぶ困るので、ここポイント落とし、その代わりデバフ耐性ですね。はい、このキャラクター状態異常耐性は 100% つくので、今評価してるキャラクターの中ではトップクラスの値と、はい、その分アウグスなんかに状態異常耐性ダウンをさせられてしまうと、デバフをつけられて思った動きが取れなかったりする可能性があるので、まあ特に罪悪流血、あー、また点滴で入れるの忘れましたが、状態異常耐性ダウンしてくる流血キャラクターでアウグスなんかがいますね、点滴に。はい、で罪悪状態の解除はスキル2で敵を撃破することでできるので、はい、ここポイント持ってるキャラクター現環境だとものすごく少ないので、はい、ここはポイント稼いでおり、で反射耐性に関してはスキル1はもろに反射ダメージ受けて死亡するリスクが高く、まあ、スキル2の方も撃破しながら HP こまめに稼いでいくことはできますが、まあ、ちょっと心配なとこですね。はい、でコンボ成立に関しては、まあ、まずスキル1の撃破条件での援護付与なんかが不安定なところで、まあ、このキャラクターの持ち味を生かしきれない可能性が結構対人戦なんかでは、まあ、上の方に行けば行くほどあるのかなと。はい、あとは火力面、格上同等、格下相手の火力見ていくと、まず格上相手だとこのキャラクターの持ち味であるクリティカルを乗せた防御無視攻撃に関しては、会心地パッシブだけだとレベル差なんかで負けてしまっているとだいぶ出づらくなってしまい、火力が落ちてしまうと。でクリティカルさえ出れば範囲攻撃キャラクターではあるんですが、まあ、特にスキル2の攻撃力ベース防御無視攻撃範囲であれ、あれだけ火力出てしまえば短期を落とすには十分な火力になるので、はい、ここも高めに設定しました。はい、その他のポイントとしては、まあ、タイマン勝負なんかは一応スキル1スキル2範囲攻撃キャラクターなんですが、まあ、防御無視攻撃を含めて殴れるということで6ポイント、援護化に条件がなければ8ポイントと言ったんですが、残念でしたね。で1対複数に関しては、まあ、複数人いる相手の中の弱い子なんかを巻き込んで援護化していけばだいぶ複数相手でも立ち回れると思うので、特に範囲の火力も強いので 7.5 ポイントで、純主力活躍は、まあ、このキャラクター純主力だとしてもうまいこと弱い子を巻き込んで味方に援護をつけていくことができればポイント稼ぐことができるので7ポイントで、配置柔軟性に関しては前衛前列がまず一つこのキャラクターの活躍場所としてありそうで、まあ、開幕速攻で攻撃仕掛けていくことで敵の首相を巻き込んだスプラッシュダメージなんかを利用したジャイアントキリングを狙いに行ったり、まあ、その際に味方に援護をつけに行ったりと、はい、ような動きが前衛前列で取れそうなコンボかなと。であとは応援出しの前半ぐらいがいいのかなと。敵人数もある程度いて HP もまばらに減ってるような状態、まあ、中盤なんかもありだったかもしれませんね。はい、で応援後半になっちゃうと敵人数が少ない可能性があり、モテの範囲攻撃があまり生きないような形になってしまい、まあ、援護の付与数なんかも減ってしまうので、まあ、応援前半から中盤ぐらいですかね、通常の出し方は。トリッキーな前衛前列を抜けば、はい、一つで配置柔軟性は0ポイントで、時給効果2ポイントになってしまっているのは、長期戦になると敵人数が減ってしまって援護化の部分のスキルが丸々潰れてしまうので、耐久面が一気にシビアになってくると、早期決着したいところですね、盲点は。で陣営強化に関しては味方に援護をつけるサポートができるので7ポイントということで、まあ、結構上の方のキャラ見てもらうと、ここ1ポイントのキャラクターがアタッカーには多く、効果力で味方の強化もできるっていうところは、この盲点の一つ大きな今回 MR アバカして出てきた特徴になりますね。はい、ここら辺楽しみにしていきたいと思います。さあ、そして白線ですね。はい、白線の総合ポイントは51点ということで、はい、こちら上から見ていってこの位置、下見ていくとこんな感じということで、はい、白線においては真ん中よりやや上といったような白性能の評価をしており、まず単発突破ですね。はい、このキャラクタースキル1で弱い子を巻き込んだスプラッシュによる超強力ダメージ飛ばしていくことができるので、まあ、単発突破なんかで敵の並びを見てうまく打ち込めば格上相手でも落としに行くことを狙っていくことができるので、はい、スプラッシュがだいぶ活躍してくれそうですね。で継続突破に関しても、この盲点の知識があんまりない人相手であれば、復活ができない系の強キャラプラス弱い子3体みたいに並べてきたりして、その弱い子を利用して3体撃破しながらのスプラッシュダメージを敵のメインキャラクターにぶつけると、はい、ような感じで突破狙っていくことができたりして、白線なんかではもう少しね、半年後ぐらいに忘れ去られた頃にこの盲点がダークホースとして地味な突破を見せてくれる可能性ありますね。で反射
爆弾の処理はスキル1で HP 回復が苦手なのでできず、手錠に関しても、まあ、武将で防御力パッシブもあるということで一発ぐらいはなんとか耐えてくれて、返す刀でスプラッシュで落としに行くみたいなことも狙っていけそうかなと。で、まあ、継続手錠になるとややポイント落とし、縄文野党に関しては、このキャラクター結構縄文の突破得意だと思っていて、まずは状態状態性 100% あるので封印状態にならないってところがものすごく大きく、その状態でスキル1が敵の弱い子なんかをうまく巻き込むことができれば味方と自身に援護化みたいなこともすることができ、剣壁によるダメージカットっていうのはこの盲点の最大攻撃力を上回るようなダメージは全部カットされてしまうんですが、反射ダメージに関しては制限を突破してダメージぶつけていくことができるので反射キャラクター縄文突破にかなり強いんですね。ちなみにスプラッシュの防御無視攻撃は縄文の剣壁に最大攻撃力で阻まれてしまうので、その点は普通なんですが、まあ、反射で攻めていくという感じで総合ポイント51ポイントとまずまず高い値となりました。はい、そんな盲点の育成のポイントとしては混沌4日月2からの深淵4日月2に行きたいとこですかね。一応援護もつけたりするので HP 高くキープしておきたいところ、その他の宝石強化無双伝説神器の育成優先順位はこんな感じになります。ということで盲点最初の主力としての登用はありかですがギリギリ見送ります。はい、ボス戦の火力がちょっと物足りないってところが一つ大きかったのと、まあ、このキャラクター短期特化型というよりはサポート寄りの準主力ポジションといったようなところで、ちょっと今喋りながら後悔しているのが、先ほど対人戦の表で準主力のところのポイント7ポイントにしてましたが、スプラッシュ攻撃なんかも準主力で十分このキャラクターの場合ダメージ出せるんで9ポイントぐらい普通に上げてよかったですね。後で修正しておきます。で、まあ白戦なんかでもスプラッシュの奇襲が結構面白く、油断した格上なんかをスプラッシュで落としたりっていうことも狙っていくことができるので、まあ使ってて結構楽しいキャラクターだとは思いますが、まあ主力というよりは準主力で隙をついて相手陣営を崩していくようなキャラクターですね。はい、後でサポートキャラクターや準主力としてはどうかですが、はい、こちらに関してはまあありかなということで、まあただし援護キャラクターが欲しいっていうだけであれば、まあ絶対に直江兼次の方が味方の主力に対してしっかり援護をつけてくれるので、もう選択肢としてはこのキャラクターではなく直江兼次になるんですが、まあちょっとスプラッシュ攻撃なんかも含めて暴れていきたいっていう攻撃面の欲求もサポートキャラクターに求める場合なんかには、はい、その両面の活躍ができるキャラクターなので、まあ特に闘技場なんかで100位前後だとかそこら辺の皇室争いをしているプレイヤーにとっては、まあだいぶ面白い差し込みキャラクターなのかなってことで、まあただこのキャラクター活躍させようと思ったらぜひバフを乗せたいので、まあ準主力という位置づけもあり登用そんなに急がなくていいのかなと。まずは戦役やボス用にキャラクター揃えてから、戦役やボスある程度進んだから対人戦本腰入れてやるかって時にこの盲点っていう選択肢は、まあ、ちょっと面白いかなと、はい、いうことで、まあ、それまでに花の水引きイベントなんかで貯めておいたり MR アバガチャの割引券なんかもね時間があれば貯まっていくと思うので貯めていって、まあ、将来の盲点のために今から貯金しておくってのはありかもしれませんね。はい、個人的にはスプラッシュは割と腐りづらいので準主力差し込みでは面白い位置のキャラクターかなと思ってます。はい、あとは明日ですね、実際の対人映像で主力扱いと準主力扱いでそれぞれどんな活躍してくれるか映像にしてお届けしていきたいと思いますので楽しみにしていてください。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、あとテケテケ遊びチャンネルではスーパーサンクスという動画に対する投げ銭機能を実装しておりますので、いただいた投げ銭に関してはこういったキャラクターの検証費用だったり検証中のコーヒー代や分析動画アップ終わりのビール代なんかに使わせていただいておりますので、はい、テケテケのビールをスプラッシュさせたい人はですねぜひスーパーサンクスもよろしくお願いします。 YouTube メンバーシップもやってるので、まあもしかしたらこの盲点の追加の挙動だったりマニアックな動き見つけたらその映像なんかをメンバー限定でお届けしていきますので、興味がある方はこの動画の概要欄にある URL から YouTube メンバーシップの動画の方も覗きに来てくださいね。はい、それでは。する押す押す押す